赤コーナー翼さんパーフェクト選手には八王子一同様より一年賞が届いております。体型格闘技、ムエタイをやってるんでしょうけど、俺も体型格闘技って言われるんですけど、ね、いや違いますね、あなたは相撲取りですからね。相撲取りでもないですね相撲取りでもないアスリート体型じゃないですねディスタム、ディスタム。いやいや、ヒロンダさんヒーチャリオンダ。ヒロンダさん、今どうですか、盛り上がってますね。どうですか。そうよ、つって。あ、ヒロンダ来ました、ヒロンダ。今ヒロンダさんですよ、皆さん。はい、中西マン、金返せ。金返せ、どういうことですか。ヒロンダさん来てくれてます。ヒロンダさん、どうですか、今日。すごいですよ。すごい。感動しました。泣いちゃいました。そうです。いや、この後もヒロンダさん、頑張ってください。ぜひ、あの、時間があれば、また来てください。よろしくお願いします。ヒロタさんにエールを皆さんよろしくお願いします。じゃあそうよそう。ラーマン。さあ来ました。はい、お。いやこちらのですね。ほら早いね。そうです。スピーディー。今ですね、こちら赤いパンツがスパーペット翼選手ですね。はい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 。でこちら赤い服を着てるのが河村雄太郎選手でございます。河村雄太郎選手。ただこちらキックボクシングルール、お互い蹴りがすごい。蹴りいやすごい。蹴りのスパーペット選手対パンチの河村選手ですね。はいはいはい。味方が。そういうことですね。そうです。ハメも本格的。おお。あら。強さそうだ。あ立ちました、すぐに立ちましたね。さすがに今のスパーペット選手の左フックが効きましたよ。スパーペットさんがね、このねミドルキックが嫌ですよね。嫌ですね、それは、ね、嫌がってます。ただ河村選手の右のローキックもいいですよ。ああこれはこれは今ボディ入ったか。ボディ入っちゃった、入っちゃった。もしかしたら折れてるかも分かんないですね。入っちゃったね。ああ音がすごい。ただいま1分9秒パブの人間の DJ を利用して勝者赤コーナー翼さんパーフェクト。顔に出ちゃってました。あ、危ない。勝者翼さんパーフェクト選手には勝利者賞を食べ直してあんま顔に出ないんですけど、はい、今の顔に出ちゃったってことは多分折れちゃいました、はい、でスパーフェクト選手はしっかり分かってたんで、はい、前蹴りでボディ入れましたね。それで終わりです。で分かってたからタオルが投げられたという感じですね。そうです。今折れました。多分右のあばらじゃないですか。あ、僕もあばら折れたことあるんで。あるんですか、はい、何で折れたんですか。草野球でこけて草野球でこけてやったんですね。草野球でこけてやった。そうなんです。マジか。うわすごいね。まあ、本当痛かったよな。本当痛かった。いやこれ折れましたよ。折れちゃった。折れましたね。この人強い。そうですね。スパーペット選手はまたあのキックボクシングの試合見たいですね。ねえ、ぜひともね。今の見たいと思わせてくれました。半端なかったですね。